綺麗。うん。こんにちは。ギフトありがとう。やっほー、フォローありがとうございます。みんな体調はいかがですか？主権さんありがとうございます。高校1年生15歳のリオツのこと岡村リオです。ぜひフォローしてください。なんか今日めっちゃ目が茶色く見える。めっちゃ目が茶色い。てかもう前髪が長すぎて。包丁？それは良き。夏バテか。なんかさ、もう暑すぎてさ、自分が夏バテなのかさ、なんか何なのかさ、よく分かんないよね。あんまり。リオは元気ですよ。もういや、暑いだけ。暑くて、あの天気にムカつくだけ。暑さにムカつくだけです。最近も。そうよね。まあでもなんかこういう暑い時に冷たいものを飲んだり食べたりするのもめっちゃいいよね。夏らしい、夏ならではですね。8月11日、初リオツン？嬉しい。ギフトありがとう。外に出るとすぐにぐだる。え、わかる。なんかさ、一気にさ、なんかやる気がなくなるよね。なんか何もしたくなくなるよね。朝納豆食べてる？食べてる。リオツンの写真集のオフショット。なるほどね。ギフトありがとう。なんかここ最近さ、もうなんか毎日のようにさメイクしとるけんさ、なんかなんか肌が痛みそう。ありがとう。そう、今月もね、あのリオやばい量のお仕事があるので、もう8月末までお休み一日もないですね。
毎日って感じです。頭皮、いや頭皮をね、リオは本当に今年は頭皮を命がけで守ろうと思って、頭皮の日焼け頭皮用の専用のスプレーみたいな、日焼け用スプレーみたいなのも買って、で絶対にその外でのフェスとかの前は絶対に頭皮に振りかけて出てる。毎日夜までつめつめとかメールに書いてるイメージある。実際にそうですからね。リオ嘘つかない、実際にそうです。17日のイベント、そうなんです、ピーターパンのやつ今日の朝のメールにも送ったんですけど、ピーターパン、ピーターパン、日焼けしなかった、ティフ、え多分してないと思う、なんか多分ほんのちょっととかは多分しとるんだと思うんですけど、ちゃんと全身塗っとったしけんさ、多分してない。ヨツンとピーターパン鑑賞イベント行きたい？来てよ。ギフトありがとう、ギフトありがとう。リオ何分から配信始めたっけ？あのお知らせで一瞬リオツがピーターパン起きる、リオがピーターパンに出るかと思った？リオと一緒にピーターパンを見に行くイベントですね。56か、56だったら57、58、59、60、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10時9分になったら何時を見ます。やばい、外からの光が差し込んでいる。キャー、今日もね、暑いね。空飛ぶんかと受ける。リオが空飛ぶかもしれん。ピーターパン覚えてますか？え、リオさ、ピーターパンってさ、あの見たことないんですよ。そう、なんか見たことなくて、しっかりと、でしかもミュージカルをこう生でこう見るっていうのは初めてだから、すごい楽しみです。リオツン、今年の夏肌白くなってる？白くなってる、逆に本当？白くなってるは錯覚じゃない？それかあの周りのね、普通にさ焼けるじゃん人って、だから焼けてる人を見てその後リオを見たらみたいな感じの錯覚現象じゃない？お話し会とかにお金使うか、ピーターパンに、お話し会も来てほしいし、ピーターパンも来てほしいけど、
ストーリーを舞台出てみたいですね。ティフのリオツのダンス綺麗でかっこよくて見ていて楽しかったです。嬉しい。ハッピーターンじゃないよ、ピーターパンですよ。ハッピーターン。今オリンピックしてるもんね。ピーターパンは子供にしか見えない。そうなの？ピーターパンとピーナッツパンとの違いもわからんレベルです。それはちょっとピーターパン、ピーナッツパンはもうパンですね、普通に。どんな役？何でも行きます。カッコつけた。何でも行きます。ウケる。ヒロイン。車乗ってること好きです。車の乗ってるの好きって思われてるか。いける。無音だけど顔見られて嬉しい。無音なのか、やっほー。てかさ、リオはね、思うんです。あの島旅クルーズあるじゃん。で、未来心の丘に行くじゃないですか。本当に危険だと思うんですよ、リオは。本当にあのやばいんですよ。あの本当に危険だと思うんですよ、リオは。本当にもうメンバーもだし、ファンの皆さんも本当に危険レベルで行かない方がいいと思って。違う場所に変更した方がいいんじゃないかなと思う。いや、行きたいんですけど、未来心の丘好きだし行きたいんですけど、本当にやばいと思うんですよ。あのリオ行ったことあるんですけど、未来心の丘に。その時も夏でめっちゃ暑くて、リオが行った夏の時も本当にやばかったのに、今年の夏って今までの夏で一番暑いぐらい本当に暑いじゃないですか。でしかもあそこの未来心の丘はアブがめっちゃいるんですよ。なんか未来心の丘のとこにカフェみたいなのがあって、そこの窓ガラスにめっちゃアブがいて、めっちゃ叫んだ記憶があって、そう、めっちゃアブがいるんですよ。アブもいるし、本当にそう、危ない。危険レベルです、あそこに行くのは。反抗期の演技、確かに。しかもリオなんか暑さにさ切れそうなんだけど、あのいつも見れないリオが見れるかもしれません。切れているリオが暑って。え、未来心っていうの？いや、ずっと未来心の丘って言ってたよ。違うの？未来心なの？なんか何が正解か分かんない。確かにリオ虫に好かれとるけほんまに危ないじゃん。
うん、いや虫苦手だからやばい。え、あ、もう15分経っちゃった。断然読みます。13位、元気崎さん、ありがとうございます。12位、吉川くんさん、ありがとうございます。11位、正隆さん、ありがとうございます。10位、台湾高尾さん、ありがとうございます。9位、あやさん、ありがとうございます。8位、ドーグラスさん、ありがとうございます。7位、コアラさん、ありがとうございます。6位、シュウさん、ありがとうございます。5位、前亀吉テーブさん、ありがとうございます。4位、ゆずきちさん、ありがとうございます。3位、鈴鹿さん、ありがとうございます。2位、KG603 さん、ありがとうございます。そして1位はドゥル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 パーン、じゅんさんありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。皆様来てくれてありがとうございました。未来心の丘なんだね。感謝の極みですこちらこそです。極み。それではこの後お仕事があるので頑張ります。夜配信はなしです。明日は多分午前中とかになりそう。配信は天使？天使。それでは終わりたいと思います。皆さん今日も気をつけながら残り過ごしましょう。それではバイツーン。またねー。バイツーン。